ティモンソルジャーの切ないです。エゼロです。今回は歴代の対戦環境に存在した瞬殺コンボ5選ということでやっていきたいと思います。ポケモン対戦に限らず、戦術が存在するゲームには、何かしらのコンボって、絶対存在すると思うんだよね。即死コンボなんて言葉とかよく他のゲームで聞く話ではあるよね。カードゲーム、格闘ゲーム、その他諸々コンボはあると思うんだけど、ポケモンにも当然コンボが存在して、中には知らなかったら対戦が始まった瞬間負けが確定するみたいなコンボがいくつかあって、それを今回5つに厳選して紹介していきたいと思います。まずは砂ガブ。砂ガブは、第4世代第5世代で活躍していた、瞬殺コンボだね。現在では修正されてるんだけど、その当時のバンギラスやカバルドンの特性砂起こしで起こる砂嵐にターンの制限がなくて、永続だったせいで、一度砂起こしで砂嵐を巻いてしまえば、天候を書き換えない限り試合中ずっと砂嵐が舞った状態になってしまう。その砂嵐とガブリアスの特性砂隠れを生かして、相手の攻撃を避け続けるまで身代わりを張り続けるっていうコンボだね。相手の攻撃をかわして身代わりが残ったら剣の前を積んで、あとは素早さ出力値102、攻撃出力値130から、激凛と自信を打ち続けて相手の手持ち3体を倒すっていう、元祖害悪戦術かな。基本的にはカバルドンじゃなくてバンギラスと組んでることが多いんだけど、そのバンギラスが電磁波を撒いてさらに身代わりを残る確率を上げたりっていう流れで、確率勝負とはいうもののめちゃくちゃ有利な確率でガブリアスの身代わりを残すことができたよね。中にはバンギラスに泥かけ採用してる人とかもいるから、一度ハマってしまったら抜け出せないし、運ゲーといって片付けるにもかなりガブリアス側有利な確率勝負だから、明確に対策してないとよほど運が良くない限りボコボコにされちゃう。なんならバンギラスが電磁波とかで起点を作ったのに全部身代わりが壊れたっていう状況、なんならこっちが運負けなんだけどみたいに思うレベルの確率だからね。次がポイヒガッサ。主に第5世代で大活躍してた瞬殺コンボだね。キノコの奉仕で相手を1から3ターンの間眠り状態にできるんだけど、先制で打ってその後身代わりを張って、相手が1ターンで起きてこなければ身代わりが確定で残るから、その状況が整った瞬間もキノガッサのやりたい放題。特性ポイズンヒールで、毒状態なら毎ターン体力が8分の1回復するんだけど、毒毒弾を持たせることで、その状況を自ら作り出して、身代わりで減った HP も簡単にすぐに戻る。キノコの奉仕身代わりをずっと繰り返してるだけじゃ HP が減らないんだよね。もうそれだけじゃなくて第5世代で登場したローキックの存在がめちゃくちゃ大きいかな。キノコの奉仕と身代わりだけだったら相手の素早さが高かった時、簡単にそのコンボは抜けられてしまうんだけど、その素早さ関係を逆転させる技がローキック。キノガスタは素早さの出力値が70なんだけど、ローキック1回打つことで最速130族まで抜くことができるから、身代わり残った状態で、早いポケモンと対面しても、キノコの奉仕を打ってローキック打ってっていう流れをすれば、自分より速いポケモンでも、ハメのコンボにつなぐことができると。ポイヒガッサの対策はラムの実とか、寝言を採用することなんだけど、対策があったとしてもそれを突破できる可能性はポイヒガッサ側には秘められてるから、それらを採用しただけでポイヒガッサを倒した気になってちゃダメだよね。1サイクル目でラムの実をキノコの奉仕でなくして、2サイクル目でもう一度はめるみたいなことも結構簡単にできちゃうし、寝言はどうしても運が絡む技だから、寝言打たれまくってても無理やりはめるみたいなこと、起きなくもないからね。キノガスタが暴れすぎてたせいか、それ以降の世代では、音技が身代わりを貫通するようになったり、カプレヒレとかカプコケコみたいな場に出るだけで無理の対策ができるポケモンが登場したりして、ポイヒ型のキノガスタを見ることは少なくなってしまったけど、たまに来ると秒ではめられるよね。そうだね、6世代7世代で弱体化したとはいえ、それでも十分な性能は持っていたから、公式に対策されてもなお暴れていたポケモンではあるね。次がゴチゴチ。かなり知らない人多いんじゃないかなと思うんだけど、5世代でかなり話題になった構築だね。3体の基本進出があって、レパルダスプラスゴチミルプラスゴチルゼル、流れとしてはまず初手のレパルダスでスカーフトリックをするんだよね。相手の技を固定させたら、レパルダスには倒れてもらって、次はゴチミルを出して電磁波とフラッシュで相手の命中率と素早さを下げて、でゴチミルにも倒れてもらって、最後ゴチルゼルで相手の技を固定させて命中率も下がったポケモンの上から身代わりを張って、
そこからチャージビームとかで特攻を上げて、まあ、殴りまくるっていう、そんな構築なんだけど、ゴチメルとゴチルゼルが特性影踏みなのが、まあ、本当に強いよね。剣盾でそれをやろうとしたら、まあ、TOD にやられて、まあ、成立しないコンボなんだけど、まあ、第5世代当時は1試合の制限時間が60分だったから、まあ、起点作って、まあ、無双状態のゴチルゼル作るのに、まあ、1時間もかからないので、もう無対策だとマッチングした瞬間にはめられて負ける。外役ポケモンの対策として、まあ、挑発ボルトロスっていうのが5世代ではよく上がるんだけど、いたずら心挑発の上からレパルダスがトリックをすることで、その起点阻止っていうことすら許さない。まあ、一番の簡単な対策は、ボルトロスとハッサムとかで、一生トンボ返りとボルトチェンジャーを打ってることなんだけど、まあ、ほぼ 100% 負けないね。まあ、今までの2体に比べたら対策は、まあ、かなり簡単で、知ってればやられないコンボなんだけど、まあ、逆に知らないと、まあ、一瞬で負けが確定するということで、まあ、外役コンボの元祖といえば、まあ、ゴチゴチだったんじゃないかな。次がゲンガナンス。6世代で登場した瞬殺コンボだね。まあ、ゲンガーがメガ進化を獲得して、特性影踏みを手に入れたから、まあ、言ってしまえばゲンガー1体で、まあ、影踏みプラス滅びの歌コンボができちゃうんだよね。だからまあ3ターン相手の場から逃がさずに、最終ターンは自分がゲンガーから後ろのポケモンに引けば、まあ、確実に相手のポケモン1体を倒せるんだけど、まあ、メガゲンガーの影踏みだけじゃなくてソーナースの影踏みも合わせることで、滅びの歌が最終ターンじゃなくても、まあ、メガゲンガーがソーナースに引くことで、まあ、滅びのターンを維持しつつ相手がまだ引けない状況を作ることができると。なのでゲンガーで滅びの歌を打って、まあ、ゲンガーの守るやソーナースに交代などで、まあ、3ターンしのいで、まあ、相手の目の前のポケモンを倒して、また残してたゲンガーを場に出して、まあ、道ゼレを打てば、それだけで2対2交換ができるよね。しかもソーナンスを投げた後に道ゼレ連打してると、相手のポケモンが滅びの歌で倒れた後出てきたポケモンに対してソーナンスを触れないっていう状況ができて、触ってしまうと道ゼレでもう1体持ってかれてしまうから、今まで紹介した3つよりも、まあ、コンボの色がかなり強い。コンボといえばゲンガナンスみたいな感じかな。綺麗なコンボみたいな、そんなイメージは、まああるかな。で、映画、ニャオバシャガルーラ。第6世代の初期に活躍した瞬殺コンボだね。単純明快なバトン構築だよね。ニャオニックスで壁を張って、まあ、シャーモで剣の前やビルドアップを積んで、バトンタッチして、メガガルーラでボコボコ殴ると。まあ、成功したら確実に止まらないよね。まあ、止める手段としては、まあ天然ポケモンとか、そういうことになってくるんだけど、そういうポケモンじゃなかったら、もう A と S が上がったガルーラ止められるポケモンなんて、まあ、いたら、6世代ガルーラ環境じゃないからね、まあ、当然のごとくいないと。一見するとただのバトン構築なんだけど、第6世代当時、まあ、バシャーモ対策といえばファイアローだったんだけど、リフレクターがある状態で、まあ、ハチマキファイアローのブレイブバールを、まあ、バシャーモが耐えるように調整されてるから、耐えて逆に弱点保険を発動させて、まあ、ガルーラに繋ぐと、まあとんでもない状況のガルーラが完成しちゃうね。まあ、分かりやすく対策しないと、まあ、一瞬でボコられる構築ではあったね。ということで、知らないと瞬殺されるコンボ5選紹介していったんですけど、ポケモン対戦のコンボって結構地味で、まあ、瞬殺とは言ったけど本当に瞬殺するのってニャオバシャガルーラぐらいだよね。まあ、ゲンガナンスも滅びの歌少なくともそれで1匹倒すのに3ターンはかかるから、3ターンで相手を倒しきるコンボみたいなのはさすがにないかな。コンボ決めてる準備の段階で割と勝ちが見えてることは多いんだけど、ゲーム内で勝ち判定が出るまでの時間が長いのがポケモンの特徴かな。メガガルーラですら3ターンで試合が終わることなんてあんまりないからね。まあ、でも逆にこれらは対策してなかったら戦慄の段階で負け確定だから、まあ、言ってしまえばどのゲームよりも瞬殺されてるのかもしれない。確かに戦慄段階でああ負けたなーって、まあ、確かに強いところではあるかもしれない。まあ、ただひたすら自分のポケモンが殴り殺されるのを見てるだけになるから。ただまあそういうのが良くないっていう判断で、7世代以降はこういうコンボがあまりないような調整がされてるね。昔から割とこういうコンボを考えるのが好きだったから、まあ、構築考えるの昔に比べたら楽しくないなって思っちゃうけど、まあ、対戦ゲームとしてはいいのかな。そういうの一つや二つあっても面白いなと思うけど、多分かなり嫌われる戦術ではあるから、そういうのができるだけ少なくなるような対戦環境っていうのが、まあ、基本的には望まれてるのかもしれないね。他にも俺はこのコンボで瞬殺されたみたいなのがあったら、まあ、ぜひコメント欄に残していただければ、まだ知らないコンボがね世の中にあるかもしれないんで。ダブルとかだと、まあ、いっぱいありそうだよね。シングルだとコンボを成立させる自体が結構難しいから少ないかもしれないけど、もしまだ見ぬ瞬殺コンボがあれば教えてください。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。